昔ある村に3人の息子を持った夫婦が住んでいました。一番上の息子は体も大きく体操力持ちでした。お父さんお母さんはこの一番上の息子をとても頼りにしていました。そして村の娘たちの半分はこの一番上の息子を見るたびに、お嫁に行くならああいうたくましい人がいいわと思っていました。そして後の半分は2番目の息子と結婚したがっていました。お帰りなさい。牛の乳は絞っておいたからね。これが2番目の息子です。お山ありがとう。お前は本当によく気がつく子だよ。まったくだ。お前たち2人はうちの自慢の息子だ。それに比べてあいつと来た。その一番下の息子はみんなからグズノロと呼ばれていました。そう、グズでノロマというわけです。さて、ある日のこと、一番上の息子が森へ行くことになりました。壊れた塀を直すための木を切りに行くのです。じゃあ行ってくるよ。ほら、お弁当だよ。卵とバターをたっぷり使ったパンにソーセージ、それからぶどう酒も入ってるからね。すげえごちそうだ。ありがとうお母さん。こいつはいい。こういうでっかい木は俺じゃなきゃ切れやしない。さてやるか。それいいお天気で。何がいいお天気だ。もうちょっとでお前に斧をぶち込むところだったじゃねえか。すんません。ところであれあんたの弁当かい。よかったら少し分けてくれないか。腹が減ってね。何ちょびっとでいいんだよ。やだね。あれはお母さんが持たせてくれた弁当だ。お前なんかにやれるもんか。そんなこと言わねえで、あんたの小指の先っちょぐれでいいんだから。ダメだったらダメだ。ほら邪魔だよ。あっち行ってろ。あいち、あれ。俺としたことが。うわ、なんて来た。すわ、俺の大切な斧が。くよくよするなよ兄さん。俺がその木を切ってきてやるからさ。なんてったって俺は悔しいぜ。見てろ、このノコギリさえあれば森中のどんな木だってバリバリ切り倒してみせるぜ。ほら、昨日兄さんに持たせたのと同じお弁当だよ。ありがとうお母さん。しっかり頼むぞ。任せといてよ。2番目の息子が森へ行くと、またあの不思議なおじいさんが現れて。ダメだダメだ、せっかくお母さんが作ってくれた弁当だ。そんなこと言わねえで、ちょびっとでいいからさ。うるさい、邪魔だからあっち。さあやるか。ノコの歯が、あ、どうなってるんだ。そして次の日のこと、お前なんかに切れるはずがないよと両親にからかわれたグズノロは、小さな袋のお弁当を持って出かけていきました。そうか、兄さんたちが切ろうとしたのはこんなでっかい木だったのか。へへへ、おいらにはとても無理だな。こっちの細っこい木でいいや。お？いいお天気で。ああ、そういえばいいお天気だね。これで空からうまい食べ物でも降ってくりゃ、もっといい天気なんだがね。へえ、この辺りじゃ食べ物がお天道様から降ってくる日もあるんだ。面白いこと言うね、お前さんも。おいら腹ペコだってことを言ってみただけだよ。へえ、なるほど。おじいさん腹ペコだったのか。これ、おいらの弁当なんだ。よかったら半分ずつ食べよっか。え？
いいのかい？うん。でもネズミもそっぽ向きそうな硬いパンと古くて酸っぱくなったブドウ酒なんだ。それでいいんなら一緒に食べよう。お前さん親切なんだな。あ、これは柔らかくて新しいパン。ソーセージ、リンゴに上等のブドウ酒。おかしいな、こんなにごちそうじゃなかったのに。もしかしたらいいお天気のせいかもしれないな。そうかも。そうさ、そうに決まってるさ。まあいいや、さ一緒に食べよう。ありがとう。ではごっつになるか。ところでお前さん、あのでっかい木を切りに来たんだろう。ん、こんな小さいものじゃあれは無理だよ。せいぜい細い木を 2,3 本切って帰るしかないさ。そりゃどうかな。まあやってごらんよ。へっ、課長だ。その金のガチョウはお前さんのものだ。そいつを持って町へ行ってみるといい。なに、家へ帰る？やめとけやめとけ。お前さんに必要なのは広い世間を見ることだ。町へ行けばきっといいことが待ってるぞ。あの、今夜一晩泊めてくれませんか？ダメだね、うちは宿屋じゃないんだよ。なに、寝るとこさえあれば馬小屋だっていいんだよ。馬小屋で？どうぞどうぞ。よかった、ありがとう。あれは確かに金のガチョウだったわ。あの羽一本だけでも結構なお金になるわ。どうしたの姉さん？なんでもないわ。嘘、姉さんの目キラキラしてる。そうよ、この前金貨を拾った時と同じ目だわ。そんなことないったら。おいら疲れちまったから寝るよ。お前も寝な。いいか、夜中にガーガー騒ぐんじゃないぞ。じゃあおやすみ。羽を一本だけちょうだい。抜くときちょっと痛いかもしれないけど静かにしててね。では羽を一本。あ、どうしたの？どうしたの？手がひっついちゃった。ちょっと。いつまでガチョウの尻を掴んでるんだい？そんなの知らないわよ。手が離れなくなっちゃったんだもの。うまいこと言って、オイラの隙を見て金のガチョウを盗む気だな。とんでもない、本当に手がくっついちゃってんだから。まあいいや、好きなようにしなよ。ああ、姉さん、みっともない真似やめてよ。何って言う？何か言えよ。手がくっついちゃったみたい。あら、姉さんたら何やってんの？手が離れなくなっちゃったのよ。うそ、またふざける。朝っぱらから何バカなことやってんの？あら、あら、あら、あら。見ろよ、あの女の尻よ。これこれ、なんと発車ない。若い娘が腰など振って歩くなんて、これやめなさい。お客様よろしい。で、何を言うか、わしはあなたを、あれ、わしの手がくっついてしまったぞ。おりゃ、なんだべさ。あら、お客様が若い娘っ子の尻にしがみついてるだよ。くしょう、とんでもねえお客様だ。よし、俺たちで牧師様をひっぺかしてやるべ。なんだなんだ。
冒険様なんてこと。おい、字がくっついて離れんぞ。こうしておかしな行列は腰をふりふり進んでいきました。一体グズノロはどこへ行くつもりなのでしょう。グズノロたちがやってきたのはお城のある大きな町でした。町の人たちは腰をふりふり歩くこのおかしな行列を見て大笑い。あんたこの国のお姫様のこと知ってるかい？いや、お姫様がどうかしたの？ああ、そのお姫様ってのが生まれてから一度も笑ったことがないんだとよ。へえ。王様はお姫様の笑い声を聞きたいと言ってお触れを出したんだ。なんとかしてそのお姫様を笑わせてくれって言うんだろ。そうなんだよ、笑わせた者には褒美をやるってさ。へえ、それでどんな褒美？聞いて驚くな、お姫様と結婚させてやるってさ。どうだね、あんたも試してみたら。おいらが。あれがお姫様か。美人だけど、なんか怖い顔してるな。これ、何をグズグズしておる。早くお姫様の前へ。はい。姫が。何あの格好。笑った。お姫様が笑った。綺麗だな。さっきとは大違いだ。こんな可愛いお姫様だったら、ぜひお嫁さんに。しかしな、こんなぼーっとした男にわしの可愛い姫をむざむざやるのはな。お父様、私はこの方と結婚いたします。何それは。もうそういう約束でしたでしょ。ちょっと待ちなさい。わしはこの男に一つやってもらうことがあるのだ。この蔵にあるブドウ酒を一日で全部飲み干す男を連れてまいれ。そうしたら姫との結婚を許そう。そんな。お父様、それは無理ですわ。できなければ姫はやれんぞ。王様はお姫様とグズノロを結婚させたくなかったので、とてもできそうもない無理な注文を出したのですが、グズノロはあの美しいお姫様がすっかり好きになってしまったのです。そんなグズノロの足はいつの間にかあのおじいさんに出会った森へと向かっていました。おい小僧。なんだよ。お前飲み物持ってないか。喉がカラカラでたまらんのだ。あるよ、少しだけなら。ほら、これでよかったら飲みな。なんだ、それっぽっちか。さっき向こうの池の水を飲み干したのに、それでも喉がカラカラなんだ。池の水を飲み干した？それでもまだ足りないの？こいつはすごいや。やった！ああ？おいらと一緒に来てくれ。
嫌ってほどブドウ酒を飲ませるから。ブドウ酒よし来た。おお、これでは。どうです王様、なかなかの飲みっぷりでしょ。やれやれ、やっと喉の渇きも取れたぞ。樽を一つ残らず開けたかい。ああ。じゃ、俺はこれで帰る。王様、どうもごちそうさまでした。あなたってすごいお友達を持っているのね。まあね。ところで王様、これでオイラたちは。待った。もう一つやってもらいたいことが。まだあるんですか。でも約束が。つべこべ言うな。姫と結婚したければ何千人分ものパンを一日で食べてしまうような大食いを連れてまいれ。話はその後じゃ。お父様。お前は黙っていなさい。お姫様、心配しないで、きっとオイラが何とかしますから。おい小僧、何か食い物を持ってないか。どうも腹ペコでかなわ。どのくらい腹が減っているのさ。そうさな、牛を100頭ばかり食えるほどな。嘘、その体で牛100頭だなんて。本当だ、パンなら1000人分は食ってみせるぞ。やった、ちょいと一っ走り、オイラの後からついてきな。こんなことまでして。さあ、好きなだけ食ってくれ。あの痩せっぽっちにそのパンの山が食えるもんか。痩せの男は物も言わずにパンを食べました。パンはどんどん減っていき。ほんの1時間も経つとすっかりなくなってしまいました。はい、ごちそうさまでした。今日は本当に楽しかったわ。これでやっとあなたと結婚できるのね。お姫様。待った。お前にもう一つやってもらうことがある。まだあるんですか。お父様、それではあんまり。いや、乗り物を一つ持ってまいり。乗り物っていうと。陸の上では馬車のように走り、水の上では船のように走る乗り物じゃ。ひどいわ、あんまりだわお父様。そんな乗り物がこの世の中にあるわけないでしょ。王様。なんじゃ。これが最後ですね。その乗り物を持ってきたら、今度こそきっとお姫様と結婚できるんですね。嘘はつかん。しかしその乗り物を持ってくるのはアスジュウだ。きっとだぞ。はい、きっと。王様の前ではあんなことを言ったけど。どうした、元気がないな。今度はどんな注文かな。今度はっていうと、それじゃあのブドウ酒を飲んだのもパンを食べたのも。あ、みんなわしじゃよ。で、今度は王様は何と言ったんじゃ。王様のことも知ってるの。まあな。陸の上では馬車のように走り、水の上では船のように走れる乗り物を持ってこいってさ。そんなの無理だよね。ほっほっ、そんなこと言ったのかい。あの若造やりおったか。グズノロはあのおじいさんのおかげで、今度も王様の無理な頼みを聞き届けることができました。あやつめ、グズでぼーっとしているようだが、案外大物かもしれん。これは何としても姫と結婚させねばなるまい。
人はめでたく結婚式を挙げました。新婚旅行へはもちろん陸の上でも水の上でも走れるあの乗り物で出かけました。あなた、ほらあそこに。ほら、あの先に森が見えるだろう。綺麗な森。そうなんだ。オイラが困っている時、あの森へ行くといつもいいことが起こるんだ。あの金のガチョウを見つけたのもあの森だったんだ。あの森へ行けばいつもいいことが起こるか。そうだよ。それはお前さんが誰よりも素直で親切だったからさ。ほら、初めて会った時お前さんは弁当を分けてくれたじゃないか。まあ、そういうことだ。